ヒフーフランと相性抜群。指定都市パーリーナイト、速力プラス85、運行プラス95の、ステータス補正値。特性は敵単体にクリティカル防御3段階ダウン、陰謀を2段階ダウン、エネルギー弾の威力を 20% アップ。指定都市パーリーナイトはヒフーフランと、相性が良いです。ヒフーフランのラストワードは陰行のみの、全弾エネルギー弾。攻撃前スペカ効果は相手全体の、陰謀を2段階ダウン。自身の陰行を4段階アップ。自身のクリティカル攻撃を、2段階アップ。また、一部の弾幕には、自分の速力の高さに応じて、ダメージが上がるものもあるので、速力と陰行のステータス補正値のある、指定都市パーリーナイトは、ヒフーフランにおすすめの F だ。実は前回の動画の時にも、ラストワードに、指定都市パーリーナイトを装備していました。ちなみに、この時のヒフーフランはレベル71で、星1のコスト8です。まさか星1の状態でも、140万を超えるダメージを出すとは。ヒフーフランドール、恐ろしい子。今回はヒフーフランと、相性の良い F だ。指定都市パーリーナイトの紹介でした。ラスワだけでなく、スペカにつけても強い F だだと思います。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。